Sunshine through the window いつかモーニング TV。 Good morning everybody、 おはようございます。シンガー、コンポーザー、そしてレッドアイ推進長のいつかです。今日も見てくれてありがとうございます。本日は絶対に真似したくなるギターの小ネタ特集です。手元にギターを準備できる方はギターを準備しながらご覧ください。絶対に真似したくなるギターの小ネタ特集いってみたいと思います。まずは知っている人もいるかもしれませんが、救急車の音をギターで再現してみたいと思います。どうぞ。こちらはギターの1弦の15フレットと19フレットを交互に弾いています。救急車が遠くから来て近づいてきて、そしてまた去っていく様子を出したい人は半音ずつ下げていってみてください。こちらになります。はい、次はですね、火曜サスペンス劇場オープニングご覧ください。どうぞ。こちらはですね、ディミニッシュコードを弾いて、それを最後スライドさせるという手法を使っています。ディミニッシュコードなら特にどこを弾いても大丈夫だと思います。もう一つキー違い聞いてください。どうぞ。はい、次はクイズ番組の早押し。どうぞ。私このクイズ番組のがかなり好きなんですけれども、シュールだけどみんなわかりますよね。でこうクイズ番組とかでこう慌てて押す感じ。どうぞ。はい、ぜひそこでギターを持ってる皆さん弾いてみてくださいね。これ多分バカ受けすると思います。次はですね、港を想像してみてください。カモメの鳴き声が聞こえてきます。こちらはスライドバーでピックアップの上あたりをスライドさせてください。そうするとカモメの鳴き声が聞こえてきます。もう少しお聞きください。最後はですね、年に1回は必ず使えるネタです。除夜の鐘の音。これはですね、ちょうどフレットが終わって、フレットの終わりとピックアップの間ぐらいにピックを挟みます。6弦と4弦にピックを挟む形にして、ピックの下に5弦が入っているような状態になっています。もう一度聞いてみましょう。いつかモーニング TV、 Thanks for watching。 今日は絶対に真似したくなるギターの小ネタ特集をお届けしました。この他に自分も小ネタ知ってるよっていう方はぜひ私までお知らせください。ここで皆さんにご紹介したいと思います。ギターが全然弾けない人でもこの小ネタさえ持っていれば人気者になれますので、ぜひこれだけ、この小ネタだけ一生懸命練習してみてください。それでは今日も一日素敵な音楽ライフを送りましょう。 Have a great day and I'll see you tomorrow。 いつかでした。Sunshine through the window いつかモーニング TV。